一回撮っていいですか？やってきたぜ2024のついでーな。今回もね、どこまでこうでいけるのかっていうのをやっていこうかなと思っています。ということで、じゃあ攻略に移っていこうかなと思うんですけど、まあ情報がね、まあ微妙ですけど、参考にさせていただきます。大気参考になるんですかね、これ。私の攻略ってテンションと乗り越えてそのままやるんでね、まあ先に地雷剣を踏んで爆発するところを見とってください。ほいね、まあね、神様、仏様、ゼカマス様ということで、ね、みんなご存知ゼカマス様の方から見ていこうかなと思います。 E1 はね、ギミックが1、2でゲージが1つみたいな感じですね。今日の目標はギミック1、2ぐらいまでの目標に頑張ろうかなと思ってます。第一体験は本国艦隊だけで構成されてるので、レベル50以上の駆逐艦を大地と他の海域で輸送でも使うので、大発艦ある程度入れたいところですね。考えてる考えてる。ギミックは C2 マス通常、 H マス港、 F マス港みたいな感じ、うん、で C2 マスは S 勝利2回ですね。こうは難易度はね、こうでもちろんいきますけど、最初できるところまでこうでいこうかなみたいな感じになるかなと思います。で E3 の輸送まで使うんで、駆逐艦はね、うちの子はこんな感じになってますね。うちの子は先制対戦艦3隻入れておきました。道中ね、なんか潜水艦がいるんでしんどいなと思って。で、まあ、ダイハツフルマンさえできる巻雲も、松風、三日月を入れてる感じになるかな。 F マスから H マスは1隻増やすんですけど、駆逐6で、まあその1隻は適当にそこら辺歩いてる可能性をぶち込もうかなと思いますね。ルカちゃんの代わりに。え、これで準備万端だね。よし、 E1 行くやで。 E1 はこうですね。行けるところまでこう、行けなかったら下げます。いや、楽しみだな今回の戦闘も。行くぞー、追撃、私のリミットが始まったー。ね、C2 に飛ばします。 C2 ですね。よし、来た。よし、任せろ。強い様、かっこいい様、第二次攻撃隊攻撃、ほいやー。いいですね。あれ、余裕なのでは。なんと言わんで都市ペンが落ちるんか。マジで、嘘、マジで都市ペンとか助けられる。お前嘘だったら絶対許さないと。言わんで、オリゲンもドロップします。え、前段作戦結構ドロップ豪華みたいです。いいの、プリンツも改装すると火力と命中が高いレーダー持ってきてくれ。 SG レーダー攻撃型、マジで。でもドイツ版だから絶対違うよ。ふもふもレーダー、火力3、命中10、火力3増えるんだ。ふもふも、ふもってすごい言いにくくない？モフは言いやすい。モフモフレーダーでよくない？ふもふレーダー、フルメタルパニックふもふはね、最高に面白かった。みんなも見ると良いぞ。さあ C2 2回目、空襲だった、空襲くらんだ、しょっぱだから。でも防空してるから安心ですね。余裕です、大丈夫。けどこれどうなんですかね、優勢取れてないですね。うちは最強なの。最強の、これは2部隊使わないといけないかな。はい、ワンパン、はい、ワンパン、あー強い、余裕です。カシャコーン、とりあえず1本目 C2 は楽勝でしたね。この ADEF って1マスしかないから、レベル1でもいける、これ、って思ったんだけど、どうですか。いいと思います。で、いいよ、ちょっとやってみるか。じゃ、豪華な倍速にしようかな。そこら辺歩いていて、こう、ぶち込みましょうね。行くぞ、ついに行けるんですかね、これ。補充するの忘れてた。駆逐6隻だけどね。下行くんですかね。行きましたね。日米 AE 連合駆逐隊。そうです。よし、大丈夫。きれい、いいですね。なんなら、勝利だ。普通に持ったんだけどさ。リベッチオの中波ぐらいギリギリだと思う。アウト寄りのギリギリ。時事感はセンシティブあるかもしれない。F マス到達は1回目。夏入りはさ、水着の子が多いから、怪しいのがね、いるよね。何席か。生徒で思い出すのは新春の背中見せ中波。あった。なんかあそこまで行くとなんかもう芸術品見てる感じがする。美術品みたいな。探りなんで中波してなくても。いや、元探りちゃんって、あの
えぐい水着着てんの。通常ぐらいで回った大派な子も何人かいますが。ね、知ってる？パンコレって18禁ゲームなんだよ。一応。一応ね。ジョースの水着もギリギリじゃない。我が名優セコ先生。くくりとしてはカンコレは恋愛ゲームやってるらしい。恋愛ゲームなのこれ。嘘。恋愛ゲームこれ。本当に？本気で言ってんの？確かに結婚を目指してレベル上げをしているというのもありますね。そう言われてみればこのゲームは恋愛シミュレーションゲームなのかもしれない。で今度は割と空襲を挟むので、あ、そこら辺歩いてるカマス持ってこないんだけど、初月持ってくる？空襲挟むし。そこら辺歩いてた初月でいいかも。全然レベル育てないし。59歳でもいけると思うんだよな。大丈夫？後で使わない？使うかな？使うかな？59歳の初月この後使うかな？やめとこっか。じゃあ、ちょっと不安になった今の一言で。お前のせいで。不安になっちゃった。じゃあなんか、そこら辺歩いてる。島風にしとく？え？うん。俳句合体は三日月がやってくれます。いやー、ガザッ！ここ空襲で、まあ、ここに航空隊をくれるから、まあ、割と楽にできるんじゃないのかなと思うんだけど、ギミックなら空襲の次が港なので、大破突破でも、すやねんだ！なんだ、なんか、考えすぎちゃった。警戒陣でくな？あれ？ここ、あ、どうも。強くない？え、こんな強かったっけ？で、いやけれ、キャー、で、いやけれ、キャー、被害担当官がね、巻き雲なのがちょっと怪しい。そうだよね、4番官が確か被害担当官だったよね。4番官が一番回避高いやつにしてない。あかんかー、大丈夫、まだまだ。いや、大丈夫じゃないかな。ちょっと強い編成を入れてみよう。はい、4番間です。4番間だ。あかんかもしれない。ちょっと大丈夫、お前は三日月キャー、余裕です。へい、よしよしよし。これカタパルトなんとかなんとかみたいなの出てるから、カタパルトくれないかも。報酬でカタパルト欲しいんだけど。カタパルト E3 とかでもらえ、え、本当にもらえるの？え、E3 高報酬でもらえるんだ。え、冗談で言ったのにカタパルトもらえるんだ。誰に使おうか。高報酬なのに、すでにカタパルトは必要プラン。コリガトラのカラータヌキの完成。いいだろ、別に。願ってもいいだろ。夢を見てもいいだろ、別に。なあ。さあ、ニュって生えたー。ギミック1突破。オッケー。これでギミックセカンダリーに行くことができる。ギミック内容は、エルマス S 勝利2回、B マス S 勝利1回、K マス S 勝利1回、基地防空優勢1回にある。K マス、L マスは、基地軸軸が同じでいいかも、編成。通常空襲先生 S ボート。S ボート。S ボートでね、ぐんぐんぐるとです。これ以上ぐんぐんぐると。みたいな笑ってるやつ、ぶっ飛ばしたやつ。これモスキートが当たるんだっけ。モスキートくん今回大活躍です。モスキート効きます。よかった、合ってた。昇降警報とミファリーンとなんやかんやでしょ。ちょっとやってみよう。見なかったことにしようかな。ちょっとびっくりするほどオレンジだった今。装備を変えとけばね、時間経つし大丈夫でしょう。大丈夫？漢字読みます。漢字読むかもしれない。で、母校に帰ってまた戻ったら治ってないかな。ね、治ってますね。点滅してるのは心の綺麗な人は見えないです。大丈夫ですね。作戦要項です。行くよね。正義1マス目が潜水艦ではない。え、ちょ、強い。大丈夫かな、これ。順番変えるの忘れてた、また。ちょっと、順番これ、別にいいんだけどな。いいんだけどね。三日月の位置を上に上げたい。三日月の上、位置を上に上げたい。警戒
信を信じろ。音声入力を信じろ。警戒人の音声入力は最強である。そう、分かりきった事実、これが俺たちの警戒人だ。オッケーここつらいんだよな。ここがなんか地味にしんどそう。三日月じゃないな、なんか大発しそうな顔してるよね、中ちゃん。えがっつりシナジー3連撃、ジェーナスを除くジェーナスを除く。横だけど怪しいな。あ、いいとこ打った。いいね。勝利を取るだけなんだな。これ盾デュアル、盾デュアル、盾かな。うん、頼むよ。あとはね、モスキートがやってくれる。頼む、モスキート。分かった、任せろ。お前の力を見せてやれ。第一次攻撃隊、攻撃開始。ファーストストライクだ。セカンドストライク、根性見せろ。じゃん。わー、ゴミだ。ゴミくん、どうして。おわりと当たった。いいぞ、予選。熱いのでじゃねえよ。熱くても気合い入れて当てろ。頼むぞ。えどーん。いいね。あとは昇降警報。わーん。そんで、はい、じゃあ、ちょっと連撃は、ね、ちょっと連撃。あ、どうも。これはドラマティックすぎるだろ。三日月、イルマスもう一回行かないといけないんだな。もう一回だな。もう一回、日が遅く君とつながってたい。隣同士の中と私エルボート。いけたので、いきます。に向けると武器の対戦。あー、無礼です。吹雪多分、あ、吹雪も関係ない。誰だ、天津風が97枚乗ってる。絶対これじゃん。オッケー、危ない、マジで。これでもっとね、良くなりました。でも、モスキート先輩が役立たずすぎたんだけど。いくやで。正撃。よし。エルマス2回目。あ、1。1、1、1、1、変えの忘れた。もう1警察。警戒人の1警察がいない。警戒人の1警察、ちょっと誰かお願いします。ほんと、もう、さっきが、三日月の場所があかん、あかんの、あかんというか、怪しいんです。いや、でも行けたから行きます。いい、よける、大丈夫、よける、いいよ、よける、いいぞ、いける、そうね、よける、悪くない。あとは雷撃を、雷撃お願いします。よける、この位置が正解なのかもしれない。でもさっき三日月の位置を、せやねんな、三日月の位置合ってるかもしれない。これが正解だ。絶好調すぎる。たどり着いた。あとは S 勝利を取るだけ。モスキート先輩やっちゃってくださいよ。さっきの何が間違いだったんでしょう。モスキート先輩、モスキート先輩やっちゃってくださいよ。ねえ、第一陣ファーストトライク、うまく払いたいか。モスキート先輩、モスキート先輩、モスキート先輩。自分で勝ち取るしかない、自分で勝ち取るしかないね、やっぱり。うん、運命を切り開くのは自分の力だけだ。
そういうことだろ。そういうことをモスキート先輩が教えてくれてるんだ。きっとそうだねえ。モスキート先輩ちょっと怪しい。見てろ、掴み取ってやる。大丈夫ですね。いいです。別に潜ったからね。よし、全員いける。全員いける。一人一冊でもまだ二人見せれる。いいかしら。とりあえず一。オッケー。ワンとオッケー。ワンとマッチ。ええ。決めて決めて。画面端。ハハハ、あれ？三日月の場所ここでよかったじゃん。ねえ。ありがとう、もし三日月。ありがとう。地味に活躍するのが三日月です。次のギミックはビーマスやってなくない？聖空1、ゲージ1、鬼畜4、聖剣空母を一石採用しなければならない。バイトでもいいな。じゃあサブ鍵でいい？サブ鍵にしよう。29歳のサブ鍵ですね。サブ鍵というか、なんかそこ歩いてた赤鍵なんだ。まあいっか、とりあえず行ってみよっか。キチボークやったんけ。ボークやってみるか。モスキートもね、地味に対空高かったから、いけるかな。試してみて、誰だったらモスキートも、おとなしく最強にします。行くぞ！追撃！ビーマスだよね。オッケー。キャー！いいね。これ一回でいいんだっけ？ビーマスが一回。あとは空襲が来るまで耐えるだけ？こういう時にあまり空襲が来なかった。マジそれなんだ。ここで助けんと助けないともう助けられないですからね。そうですね。あとエルに進まなかった覚えがありません。そう、これは、なんかその、エルじゃなくて、あっちに行くんですよね。今どうだった？ちょっと待って、今どうだった？今どうだった？ねえねえねえ、今どうだった？空襲。ねえ。見てなかった。コメント見てて見てなかった。ちょっとコメント、ああ来た、ああ言ってやった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 ぜ。これで E1 ギミック攻略ね。編集点です、今のが。モガドール可愛い。モガデータ機、モガで挟みやがってね。新刊ドールっていうやつがいるの。え、てかネタバレやめろよ。E1 校が割ともがりなんとか突破し、20回でもガドールを迎え、ん ?20 回目でも、20回目でモガドール。え、まさかだけどさ、まさかだけどさ、モガドールっていうやつが新刊なの。いやいや、そんな美味しい名前、先にネタバレしてんじゃないよ。なんでやなんでやねネタバレ罪と言いたいところだが、500円払ってんで許します。ありがとうございます。モガで商品化したの俺このさらけですせやろな。商品化しようと思わない。モガだ